今日の私のハッピーポイントをお話しします。いよいよ明日がごっこ遊びということで、今日はあの年長さんのお友達と、前回ね私ハッピーポイント言った時も似たようなこと言ったんですけど、あの時はリハーサル、今日はもう最後の仕上げということで、ホールをこうアスレチックになるんですよ、オリンピックのね。なのでそういった環境を整えてアスレチックをみんなで作ったりとか、あとはいろんな細かいものをみんなで準備していきました。で子どもたちが書いた各国の国旗を先生たちが天井に飾ったんですけども、もう一気にもうオリンピックって感じがします。運動会じゃなくてね、オリンピックっていう感じがしました。今日は年長さんのちゃんと役割ごとのタンクトップもカラフルな色の役割ごとでそのタンクトップで決めていくので、それを配ったりして、年長さんもとっても楽しみにしている様子が伝わってきました。で、年少さん年中さんも各クラス先生が明日はごっこ遊びでオリンピックみんなでやるんだよっていうことをお話ししていて、子どもたちもすごく楽しみにする姿が見られてとっても幸せでした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。